東京ドームです。読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の江川、対するライオンズの先発は右の松坂、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の江川登板です。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは金子。第9投げた、初球引っ張った、切れていきます、ファール。第2球投げました、まっすぐ空振り、タイミング合いません。第3球外れた、ボール。第4球を投げました、危ない球。次が5球目、投げました、打った、ファール。さあ6球目、打った、ピッチャーライナー真正面、これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げました、初球を打ちました、レフトへのフライダー、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番森。第9直球ストライク。第2球投げました、肩のカーブストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、1つ外した、ボール。第4球を投げた、ボール、アウトコース低め、投げた、打った、岡本交代、掴んで、これで3アウトになります。江川、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。ライオンズ、初回は0点に終わっています。右の松坂、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは吉川、投げた、初球に送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール。投げました、サークルチェンジ、空振り三振。バッターは2番坂本。第9投げました、初球高速スライダー、空振り、タイミング合いません。第2球ボール。第3球を投げました、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、打球はそのままライト線だ、見送った、ホームラン、先制ホームラン、卓球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました、素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは3番丸。第9初球を打った、フラフラっと上がった、セカンドが落下点に入りました、掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番岡本。第9投げました、見送ってストライク、キレのある変化球。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、高速スライダー、空振り三振、松坂見事なピッチングです。1回が終了しまして1対0、ライオンズ先制点を奪われています。2回の表、1点を追いかけます、ライオンズの攻撃。先頭バッターは山川。第9決まってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクからストライク。第3球は打った、流し打ち、ベースカバーに入る、大城うまくさばいています。右のバッターボックスは5番殿崎。第9投げた、初球から打ってった、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、ストレート決まってストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、低め、ストレートは外れてボール。
第4球を投げました。152キロ直球、空振り三振。バッターは6番中村。第1球投げました。打ちました、痛烈。入れば同点だ。いった、入った、入った、ホームラン、同点ホームラン。右中間スタンドへ吸い込まれていった。初球を持っていかれました。中村一振りで同点。さあチームメイトからも祝福を受けます。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは7番栗山。第9球投げました、打ちました、初球打ち、セカンド右横のゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対1、ライオンズこの回1点返して同点としています。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターはパーラ。危ない球、投げました、打ったに当たりだ。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは6番亀井。第9球、初球はストライク、いきなり152キロ。第2球内陸高め、サークルチェンジ外れてボール。第3球打ちました、引っ掛けた、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから投げました、打ちました、ヒット。亀井ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。第9球投げた、外角高め見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球直球ストライク低め、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球亀井スタンド三振、盗塁を許します。ランナー1人を置いて迎えるバッターは若林。ライオンズ一打負け越しのピンチを迎えています。ファール、打ちました、ショート前方のフライになりました。源田余裕があります、取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。セカンドランナー残塁、2回の裏が終わりまして1対1、現在同点です。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のメヒア。第2球投げた、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んで投げた、打ちました、三遊間へのゴロ、抜けた。メヒア、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。ジャイアンツここはバントで警戒します。打ちました、あっと引っ掛けた、これはゲッツーコースか。セカンドフォースアウト、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げた、初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球走った、ストライクになった、キャッチャー二塁、盗塁成功。ランナーを詰められてしまいました。リプレイをご覧ください。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。次が4球目、投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、ピッチャー返し、判定はセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、ジャイアンツここで前進守備を敷きます。さあ次の投球、2球目ストライク、もう追い込んでいます。第3球をランナースタートを切った、ボールを2塁へ送った、2塁セーフ、ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。次は4球目、投げました、空振り三振。さあリプレーです。バッターは3番森、大きな声援が届いています。第9球投げました、ストレート見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、まっすぐ見送ってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、あっとこれは上がりすぎたようです。右中間へのフライですが取りました、これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
江川やりました。ジャイアンツピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番小林。第9投げました。初球を打ちました。ピッチャー返し抜けた。小林ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターはトップに帰って吉川。今日の第一打席はスイングアウト。初球から振ってきました。ピッチャーの右へ転がした。二塁フォースアウト、セーフ。ダブルプレーはなりません。バッターは2番坂本。これが2度目のバッターボックス。危ない球投げた。見送ってストライク。投球は3球目投げた。空振り。次が4球目投げた。打った。痛烈な当たり。ショートライナー。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9見送ってストライク。いきなり153キロ。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。ボール。第3球を投げた。打った。ファウルボール。第4球を投げた。ボール。一塁へ牽制球を送ります。もう一回一塁へ牽制球。松坂ランナーの動きを警戒しています。三振。3回まで終了しまして1対1同点です。4回の表これからライオンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山川。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げました。直球見送ってストライク。投球はこれから3球目3球目ストライク。追い込んでいます。次は4球目投げました。打ちました。レフト前に出る。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番殿崎。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9投げました。ストライク。いきなり150キロ。初球空振りから第2球ストレートはボール。低め。投球はこれから3球目決まった。ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。さあ4球目インコース。空振り三振。バッターは6番中村。今日2度目のバッターボックス。ストレート見送ってストライク。第2球外外れてボール。第3球を投げました。縦のカーブ決まってストライク。追い込んでいます。投球これから4球目危ない球。第5球投げました。打ちました。ファール。さあ6球目打った。打球はショート後方。坂本下がっていった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ライオンズわずか3人で攻撃が終わりました。4回の表が終わって1対1現在同点です。4回の裏これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡本。今日の第1打席はスイングアウト。第2球打ちました。第3球は低め際どいボール。次は4球目投げた。打ちました。いい当たり。ボールを掴んだ。アウト。岡本いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト。ランナーはありません。投げた。高速スライダーボール。第2球投げた。まっすぐに送ってストライク。伸びのあるストレート。第3球を投げた。打ったいい当たりだ。いったか。どうだ。入るか。ダイレクトフェンスに当たった。センターからセカンドへ。ターナーツーベースヒット。ライオンズピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。
ランナー1人を置いて迎えるバッター、神大きな声援が届いています。バックネットの前でボールをつかみました。負け越しのピンチで迎えるバッターは大城、見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球完全に外れたボール。第4球を投げました、高めボール球打った、セカンド右横のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。先ほどのプレーです。二塁ランナー残塁です。4回の裏が終わりまして1対1同点です。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。この回初球打ち流した、抜いていった、栗山いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。ライオンズ代走投入です。俊足の岸、一塁に入りました。バッターは指名打者メヒア。ボール、一塁牽制、一塁タッチセーフ、一塁ランナー出た、外れた、キャッチャー二塁へ送球、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。投げました、打ちました、ライト前進、右中間へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは9番、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、打った、レフトへのフライになった、レフトバックして取って、これで3アウトチェンジ。5回の表が終わって1対1現在同点です。ピンチヒッターは住谷に変わりまして、第9球投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、変化球にキレがあります。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振、キャッチャー小林。第9球投げた、外れた、ボール。第2球投げた、縦のカーブ、ボール。第3球を投げた、直球に送ってストライク。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、セカンド左抜けるか、アウト、これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って吉川、今日は三振とファーストゴロ、ボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ストライク。投球これから4球目、決まってストライク。追い込んでから第5球投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。投げました、打った、源田取った、飛び込んだ、アウト、試合終了です。引き分けで終了です。お送りしてまいりました一戦は1対1引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で東京